金子さん、どうも。こんにちは。じゃあ、これどうですか。今この頃調子というか。調子はもうここに初めて来た時よりはかは全然もう大丈夫ですね。まあ、先生が言われた通り、あのいろんなストレッチとかを、まあ最初はやっぱね、あって気がついた時にやったんだけど、それをやっぱ習慣づけて。でなるべく自分でも気をつけてやるようにしたら、まあ朝起きた時に自然とやってたりとか、まあお風呂上がりとか、まあ仕事中もそうですけど、まあ、それは知らない間にやるようにはなってましたね。それでやっぱそれを続けてたらやっぱり痛みとか、やっぱ本当に足がちょっと上がんなかったのが上がり始めたりとかはするようになってきましたね。はい、金子さん最初 どんな感じだったですかね、痛み的には。痛みはもう、うん、最初の状況がどんな感じがあって、最初の状況はもう、うん、あまり思い出したくないんですけど大変だと思いますけど、まあ、車の運転ができない、はい、あとはまあ本当に足が上がらない、引きずった状態になるとか、だから結構階段の上り下りとかもやっぱきつい、まあ、足をこう上げながらとか、もう本当に最悪は階段登んなかったっていうのもありましたね。まあうち自宅の階段、2階に上がる階段も上がらないとか、会社なんかはどうですか。会社はもう全然、なるべくあの食堂が2階にあるんですけど、まあそれはもう頼んで持ってきてっつって頼んでっていう風にでしたね。まあ普通に立ってられなかったから、まあ本当に立ったり座ったりしゃがんだり、最悪はもうずっとしゃがみっぱなし、でもしゃがんでても痛いから結局また立ったりの繰り返し、でしたね、ずっと。はい、まあそういう状態でうち来ていただいたじゃないですか。はいはい、で今、まあ、最初にお話ししていただいたみたいに、こう自己自身でね、はい、まあ、施術もやりながらだと思うんですけど、こう取り組まれて、はい、まあ、だいぶこう良くなられたと言っていただいてるんですけど、本当にだから普通に、はい、あのストレッチも済んだり、まあまあ朝起きるところからですけど、まあね、朝起きるにも本当にやっと起きてきたっていうのが、まあね、スッて起きていく。まあその前に僕起きた時にちょっとこう伸びをこう、うつ伏せになってちょっとこうグーって伸びをこうしてスッて起きるように、まあそれは勝手に自分がやってることなんですけど、それをやるように、まあストレッチの一種だから朝起きて、まあ先生はこう、まあ、こういう伸びももちろん朝起きてグーってこう寝たままやって、それひっくり返って、でやるともうそのスッて起きれるようになる。あとはもう階段朝起きても、あと着替えもひどかったっすからね。靴下がやっぱこう、こう履けない、大変なんですよね。そうなんですよ。それがだからそういう、まあ本当に細かいこと、そういうことができるようになったっていうのがもう大きいですね。まあ車の運転も楽になったし、だから最初の時から比べるともう全然ダンチの感じですね。はい、良かったですね、本当ね。良かったです。車に乗れないっていうのはやっぱ一番やっぱき、まあ通常生活みんな車使ってるから、だから本当にひどい時は車乗って5分、もう5分か10分、5分かな、走っただけでもう無理って降りて、それでちょっと立って、で痛みが和らいだので乗って、また今度10分乗ったらもう足がもうその時にはもう痙攣し始めちゃって、痛すぎて、でもとても運転できない。それで何回か、まあ会社はもう途中で帰ってきたりとかしましたけど、それがなくなって、まあまあうちから会社までまあ20キロぐらいですけど、そこでひどい時はもう本当に5回6回になったのは、まあ一応ここでやってもらって、で自分でもねストレッチをやるようになってからはもうそのまま、まあね、いきなりボンっていけるわけじゃないですけど、それが徐々に回数が減っていって、で、あのもうそのまま全然ノンストップでいけるようになったのが、やっぱ大きいですね、それが。本当良かったと思います。本当に助かってます、本当に。助かってます、助かりました、ね。助かりました。はい、じゃあ
金子さん、例えばまた金子さんと同じような症状を持たれている方に、まあ、うちのなんかおすすめみたいなのを PR 一言言っていただけると非常に助かるんですけど、まあ本当に一回来てみて先生と話をしてみれば、まあ、いろんなことを教えてくれるし、自分の質問にも全部答えてくれるし、まあ、それから自分のこう体の使い方、こうすればいいよ、ああすればいいよってのも教えてくれるし、そうすれば直してもらうじゃなくて自分で直す、自分の力で直すってこともできると思うので、まあもし僕と同じような、まあ、ヘルニアとか座骨神経痛とかっていう人で苦しんでる人がいたら、まあ一度来てそのちゃんと話をして、その代わりも嘘のない話をして、でちゃんと自分がこう訴えればちゃんと答えてくれるし、まあ、一度来てみた方がいいと思います。はい、ありがとうございました。貴重なお話ね、していただきましてありがとうございました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。